こんにちは、ネギオです。今回はアラをね、割っていきたいと思います。こちらがね、チダイでございます。マダイにね、似てるやつで、よいしょ、結構ね、旨味がよいしょ強くて美味しいとこっすね。よいしょ、まあ、身がね、柔らかめでね、よいしょ、マダイよりもね、評価がね、低いっていうんですかね、ちょっと安めになってますね。お、いらしていただきありがとうございます。よいしょ、頭をね、割っております。よいしょ、こちらがね、チダイでございますね。よいしょ、よいしょ、結構頭んとこやっぱ硬いっすね。よっこいしょ、心臓がよいしょ、よいしょ、お次は石垣台でございます。割とね、あの磯とかのね、高級魚ですね。よいしょ、あのイシダイのね、に割と近い感じのお魚ですかね。よいしょ、イシダイと同じくね、貝とかエビとかね、カニとか食べてるんで、よいしょ、旨味が強くてね、脂も乗ってて美味しいお魚です。よいしょ、さてね、今回ね、タイトルね、サンマがやばいってことにね、復活させることできるのかみたいな感じにしといたんですけどね。よいしょ、よいしょ、まあね、もう誰でも知ってる、まあ昔は大衆的なお魚だったサンマでございますけれどもね。よいしょ、次はこちらね、千葉のスズキでございます。ね、今ではね、もうだいぶ取れなくなってしまいまして、よいしょ、すっかりね、もう高級魚でございますね。よいしょ、まあいろんなね、原因があるようですけれどもね。よいしょ、まあ昨シーズンはね、よいしょ、まあ、本当にちっちゃいやつとかですとね、1匹100円とかで売ってるサンマもおりましたけれども、まあイワシサイズみたいなね、可愛いやつですけどね。よいしょ、以前のようなね、太って、よいしょ、こちらがね、大分のヘダイでございます。ヘダイもね、れっきとしたタイでございますね。よいしょ、以前のように太ってね、よいしょ、脂ノリノリっていうサンマはね、にゃこのサイズは結構硬いですね、本当にレアで、よいしょ、とってもお高かったですね。うちはやっぱりそのね、以前のようなサンマをね、召し上がってもらいたいなと思って、よいしょ、昔のようにね、大きくて油ノリノリのが入った時は塩焼きやってたんですけどね、まあ、それでもまあそういういいサイズですとね、市場で買っても1匹1000円とか1500円とかっていうね、よいしょ、割とね、超高級魚でございましたね。よいしょ、まあそんなね、超高級魚になってしまったサンマでございますけれども、よいしょ、よいしょ、お、コメントありがとうございます。こんにちは、いらしていただきありがとうございます。
よいしょよいしょ。お次はね、こちらカツオ割っていきます。よいしょ。まあ今ね、福島のところのね、まあ有名な水族館、よいしょ、アクアマリン福島ですかね、あそこでねサンマね、育ててるんですよね。よいしょお、コメントありがとうございますよいしょ、頭割っております。よいしょすごいですね、ありがとうございます。よいしょ。カツオは意外と頭柔らかいんでよいしょ。なんかどうもね、そのアクアマリンさんで8台ぐらいでしたかね、サンマもねちゃんと代替わりさせて、よいしょ、育てられたってことでね、よいしょ、今後は養殖も視野に入ってくるみたいな感じなんですかね。お、コメントありがとうございます。よいしょ。まあいいサンマですとね、1匹1000円とかになってきますと、確かに養殖でもね採算が取れそうなラインでは特にありますよね。よいしょ。お、レタス、お刺身食べたくなってきたありがとうございます。こちらがねボラでございます。千葉のボラでございますね。お、ありがとうございます。お頭はどう使うんですか。そうですね、頭はですね、まあ、このまま開いたでっかいやつはかぶと焼きとかにしますね。よいしょ。粗塩とかを振ってあげて、まあ、一晩ぐらいね寝かせたやつをに、よいしょ、焼くときに塩って焼くって感じですね。まあ他の細かいやつはまあ粗汁やってますんで、粗汁の出し取りって感じで使ってますね。よいしょ、ボラでございました。よいしょ。お、魚かわいい、ありがとうございます魚かわいいですよねよしよし。じゃあ結構いろんなお魚使うんで、いろんなお魚見れますお次はこちらがイサキでございますね。よいしょ、島根のイサキでございます。よいしょよいしょ、ありがとうございます。出汁にもですね、はい、そうなんです。よいしょ、やっぱり骨とかからね、骨の中のやつでねいい出汁が取れますんで、まあ、うちのは特に結構ね強火で煮出して作ったりして、まあ、パイタン系みたいなノリで粗汁を仕込んだりしてます。結構濃厚でね評判ですけどね。よいしょ。お、ありがとうございます。でも食べたいそうですね、可愛いのもいいとこですし、食べても美味しいっていうね、はい、いいところですね魚のねよいしょ。お次がこちらね、糸よりでございます。よいしょ。身は柔らかいんですけど、頭がね硬いお魚でございまして、よいしょ、結構硬いんでね、あんま頭を割らなくて、まあ、アラも割らないようにしてますねあんまり硬いの頑張るとね結構ね怪我したりすると危ないんで。よいしょ。まあそんなわけでね、サンマもね養殖がねこう盛り上がってくるかもみたいな感じなんですよね。まあサンマは結構意外と、まあ、外洋性のお魚でございますんでね、外のね海にいるものなので、よいしょ、そういった面でね養殖とかになってくると大変なのかなっていうのもありますよね。よいしょ、よいしょ。お次はアジでございます。よいしょ。
まあサンマね、ちょうどね、その気温の変化とかもね、あの影響がかなりでかかったって言われてますね。よいしょ。まあ秋とかですかね、あの時期になるとこう海岸の方にね、割と近くに寄ってくる、まあ習性といいますかね、やつだったんですけど、まあ最近結構温まっちゃってね、なかなか陸地の方に寄れなくなっちゃったみたいな感じが結構あるようでして、よし、それで外のね、遠い海の方にとどまってたりするので、よし、余計ねちっちゃくなっちゃったみたいなね感じですよね。お、サンマ養殖成功してほしい。うなぎも、そうですね、ねえ、どうにかね研究とかうまくいってくれるといいですよね。うなぎはね、あの完全養殖、はい、結構ね成功しまして、まあ、まだね採算ベースは厳しいかなっていう感じみたいですけれども、まあ養殖業界としてはまだ、まあね、先行きは明るいんじゃないでしょうかね。よし、まあ今やってるうなぎ養殖の方はちょっとにまで間に合うかどうかはね、かなり厳しい感じですけどね。よいしょ。お、今日朝サバ食べました。おー、いいですね。よいしょ、サバもうまいっすよね。よいしょ、まあ、美味しいサバもうこれから暖かくなってくると食べられなくなってくるんで、まあうちとかは生サバとか養殖物の脂乗ってるサバとかもやったりするんですけど、よいしょ、夏場は全然ダメなんで、よいしょ、よいしょ、美味しいサバを召し上がる際はもう今のうちに召し上がっておいた方がいいですね。冬まで食べられなくなっちゃいます。お次、イワシでございます。よいしょ。まあ、あとはね、そのサンマがね遠くに行っちゃったせいで、よいしょ、まあ日本だけの問題じゃなくなっちゃったみたいなのも関係してるみたいですね。よいしょ。前はね、その日本のね200海里でしたっけ、なんかあの辺の中にまだ来てたんですけど、もう今だと来ないから、こう他のね国も取り出して余計管理が難しくなっちゃったみたいな、よいしょ、ところも原因の一つとしては挙げられるみたいですね。よいしょ。まあちょっと言い訳臭いなとは自分は思ってますけどね。よいしょ。まあ、昔のサンマとか本当にあのアホみたいに取ってましたんで、よいしょ。まあ市場にポスロールでね来るわけなんですけども、よいしょ。天井までね発泡スチロールが届くんじゃないかってぐらいサンマ取ってましたからね。よいしょ。お、さばくのうまいですね、ありがとうございます。もうね結構長々と魚やってるものでして。よいしょ。こちらカブト焼き用にするんで綺麗に洗っていきます。よいしょ。お、丁寧な仕事と話し方に惹かれてチャンネル登録しました。 ありがとうございます。ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。そう言っていただけて嬉しいです。よいしょ。お、あらです、今さばいた魚みんなあら汁の出汁取りに使うんですか。あ、そうですね、そうです、このでかいやつをかぶと焼きに回す以外はみんな出汁取りに使いますね。よいしょ。まあ、結構ちっちゃめとかね、あの出汁取るのには使わないよってお店が結構多いんですけれども、よいしょ。まあ出汁よりね、そのなんていうんですか、臭みというかそっちのが出ちゃうよみたいなね、俺の師匠とかもそうやって言ってたんで、よいしょ、そうなんかなと思ってたんですけど、まあうちのあら汁そもそも結構ね作り方がちょっと特殊なので、まあさっきもちょっと言いましたけど、パイタンスープみたいにするので結構ね香りが飛んでってくれるんで、よいしょ、
使っちゃってますね。しょう、お、うまそう、ありがとうございます石垣台でございます。石垣台とかね、焼いたらめちゃめちゃうまいっすね。油もすごい乗ってますしね。最近いろんな魚がね高騰しておりますので、よいしょ、逆に昔からの高級魚だったこういう石垣台とか石台とかね、ちょっと逆にお安くなってるイメージになっちゃいますよねよいしょよいしょ、次第でございますね。まあね、昔にねそのサンマをね、よいしょ、アホほど取ってましたんで、お、こんにちはこんにちは、いらしていただきありがとうございますね、そのおかげでかなりね減っちゃってるんだよ、だったんじゃないかなって結構思ってますね。よいしょ、まあそのねすごい安かった時期とかは本当にもう市場で買ったらサンマ1匹10円みたいな、そういう世界でしたからね。よいしょ、まあ今思えば漁師さんとかも儲からなかったでしょうし大変だったんだと思いますけどね。よいしょよいしょと、まあ今ねちょうどね今の時期はなんかホタルイカね大量だーっつってわーって今盛り上がってますけどね。よいしょ、あんまり取りすぎてそうならないように願うばかりでございます。よし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 カブトにはねお塩振って、まあ、一夜干し作りますね。自分はこの時にあら汁振るの結構おすすめしてますね。あら塩、あら塩だ、あれ間違えた気がするあら塩を振ってあげましてよいしょ、お、ありがとうございます。美味しそうですね。家族はお寿司ランチに行き、僕は熱中症でバタンです。あら、まあ大丈夫ですか、お気をつけよう。なんか急に暖かくなってきましたからね、体がついていかないですよね。お大事にしてくださいませ。よいしょ、粗塩を振っとくとですね、粗塩のいろんなねその成分が、まあにがり的なのがねあるので、それでね味の深みが出るんですよね。よいしょ、ちゃんと看病しろって愚痴っといてそうですね、看病もねしてほんとしてあげてほしいですねよいしょ、お、魚釣りたまに行くんです。あ、そうなんですね、いいですよね。自分も最近はたまにしか行かなくなっちゃいましたけどね、はい、よいしょよいしょ、これで粗塩を振りましたんで冷蔵庫で寝かしておいてあげます。石垣台に地台にヘダイでございますね。よいしょ、で今ね下ごしらえで粗塩を振ったので、これで焼くときにね岩塩とかを振って焼いてあげるのをね結構ねおすすめしてますね、自分はね。お、ありがとうございます。病院には連れて行ってもらいました。あ、そうなんですね、よかったですではごゆっくりなさってくださいませ。早い回復をねお祈りしております。よしよし、はい、それでこれで焼くときにね岩塩とかを振ってあげるっていうのがね結構ねおすすめでして、よいしょ、まあ料理を美味しくするポイントの一つなんですけど、調味料をね醤油とか塩っていうのをね、まあ塩は塩でも種類を変えてあげて2種類使うとかってやると
味に深みが出てね、簡単に料理美味しくなりますんで、結構ねおすすめポイントなんで使ってみてください。よいしょ。さてさてさて、そんなわけでアラが割り終わりましたので、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。まだ皆様いらっしゃっているので申し訳ございません。よいしょ。コメントもたくさんありがとうございました。よっこいしょ。お、チャンネル登録しました、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。またご都合が合いましたらよろしくお願いいたします。お、お疲れ様です、ありがとうございます。お疲れ様です、お疲れ様でした、ありがとうございます。では失礼いたします。